アメコミリーグ2丁拳銃の修司です。よろしくお願いします。ワンツエルブですね。ワンツエルブシリーズのスパイダーマン、こちらの方をご紹介します。はい、箱です、横です、裏です。早速もう触りますよ。いいですか。はい、はい、はい、こんな感じです。めちゃくちゃかっこいいですね。このなんていうんですか、タイツ感っていうんですか、この肌触り、ほんまにタイツ着てるヒーローのこの肌触り、素晴らしいです。あの触ってて、あ、タイツのヒーローを触ってるっていう感覚がめちゃめちゃしますね。はい、さあ可動の方見てみましょうか。ね、あ、動きますよ、動きますよ、動きますよ、結構、あ、動きますよ、あ、動きますね、安心してください、動きます、めっちゃ動きますわ、これは。このなんてレンズがこうあるって感じの、この黒い部分があるじゃないか、外枠の、外枠の黒い部分のところにこのレンズが一枚挟んでて、その奥にこの白い目があると、だから二重構造みたいになってる。あ、足の裏見てください、これなんて言ってんですか、足、まず足見せてなかったか、足、こういうなんていうの、このほら、スニーカーな感じね、ほら、いろいろなんか部品ね、やっぱりこういうやつは全部紹介していかなきゃいけないやつでしょ。これ何？ウェブですね。ビョーンとワイヤー入ってるから形いろいろ作れますわっていうやつです。はい、ね、十分な長さあります。はい、これもそうですね。これプシューって手から出てるってやつかな。これできると、ここにスコーンと出せるっていうことですよ。ほらね、いいですね。はい、いっぱいついてるわ、こういうのが。はい、だから両手から出すからね、スパイダーマンはね、こういうのついてるということですね。ウェーブがね、スパイダーマン。はい、パーツいきましょう。あ、これはもうやっぱヘッドがもう一個ついてます。これはなんだ、いかついですね。これはあの初期の方のスパイダーマンの第1号のデザインですね。いいですね。簡単にヘッドチェンジできるので、まあ、気分次第で。ああ、男前ですね。うん、いかつい。ああ、いかつい。ちゃんとついてます。まあ、もともとこのグーがもうついてるんで、あのつかめる方のグーね、ものがつかめる方のグーね、ね、グーね。で、チョキね、はい、チョキというかこれね、出してる時ね。で、パーね、まあ、これ大事だな、このパー。こう床を押さえたりとか、壁をこうピタッとついてる時のこのパーね、グーチョキパーついてます。じゃあウェブつけてみましょうね。こういうなんか輪っかがついてまして、輪っかに、ここの手のくぼみのとこにこうはめ込むんだな、これ。はい、はめ込みました。こういうね、こういうふうにはめ込みましての、これをここにズドンとすると、まさに手から出てるみたいななると。土台がかわいいよ、皆さん。土台が、はい、こちら背中のロゴのマークが入った土台ですね。はい、ここに立てれますよと、こういう風になりますよという、おしゃれですね。はい、こういう土台が、ツルツルの土台がついております。まあ、メズコのはついてるのかな、このシールはね。で、まあこの、はい、体挟む透明なやつ、これついてますわ。はい、あ、磁石がついてるということは、ここに挟んで、例えば、うん、ここにね、先ほどのやつ、磁石がついてて、まあ、例えば挟みますわね、
スパイディを挟みましたわ。はい、磁石いきますか。こういう風になるってことですね。はい、いいんじゃないでしょうか。今回僕が好きなのはですね、メズコさん素晴らしい。はい、ついてます袋。僕いつもこれ100均で買うんですよ、この袋を。でここにこうね、このこういうのしまって付属のやつを、ここで他のフィギュアとちょっと、これはレジェンド、マーベルレジェンドシリーズですね。マーベルレジェンドシリーズの、スパイディと、どれぐらいなのかというとですね、大きさをね比較してみましょう。ワンズエブルの方がちょっとでかいですけど、まあ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 、うん、ちょっとでかいかな、うん、ちょっとでかいかな。じゃあこの同じワンズエブルシリーズとはどうなんだということで、はい、出ました、デアデビル。はい、ちょうどです。はい、夏発売ということで、はい、うん、夏発売のやつなんですが、これは買っていいでしょうね。うん、てか買うべきなんじゃないかなっていう感じですね。